コメント来てた。かまえパーティーで勝ったらチャンネル登録します。かまえはいけそうだよな。夢で左からイケメンでっけえ田舎のボディーガードマジの話、デミウルゴス、デミウルゴスさえ来なければ強いよこの編成。我の出番だ。あ、無理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 、征服したまえ。無理弱、気にしないで、気にしないで、とどめだ、くらえ、くらえ。結論、あんま舐めんなよ。 Hello everyone, for example, どうもゴスです。ということで本日はですね、 LR 進化したリムル様を使って PVP やっていこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで早速いきましょう。はい、ということで LR リムルさんを、LR 進化していきました。今もう夜中なんでね、今日はちょっと ASMR 配信でちょっと活かせていただきたいと思います。まずはリムルさんの性能を見ていきましょう。変わったところはですね、こちらのベルゼビューとこちらに、完全に殺到ダメージが入ったっていう感じになります。そして特殊戦技ですね、こちらが、最大増加時に1回に限って3ターンの間自分に貫通率がこちら 130% か 140% に変わるという感じですね。なんで相手のバフを解除して貫通率が 140% 上がるっていう感じになります。で、装備に関しては、生命不屈でここを普通の鉄壁にしてフルオープンにすれば確か7万4000ぐらいいくっていう感じになりますね。だからベルゼビューとめっちゃ強いと思います。なんでまずはね、ちょっとこちらを使って PVP やっていこうと思うんですけれども、編成はまずこちらになります。 LR のミリム、そしてレディーナガン、そして LR の、リムルに花カッパということで、こちらで戦っていこうと思います。それではやっていきまーしょう。ちょっとね、等級が低いんでもしかしたら負ける可能性はあるということで負けてしまいましたね。ということで等級が低いのでね、ちょっと負けてしまう可能性はあるんですが、ここはいけましたね。じゃあまずはベルゼビュート入れて、もうこの時点で1個バフ取れてますね、あのこいつの。なんで、これ感染入れてから、ナーベラル全体これでいきましょう。そう、恋姫じゃなかった、15万、まあ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 。エレクトロソフィア、あれエレクトロソフィアのが強い。おお、いいんじゃない、いいんじゃない、等級上取れてこの火力いいんじゃない。じゃあリムルで倒していきましょうか。レッツゴー。まあ、この貫通ダメージはそんなにね、あのそんなにっていうか何も変わってないんで、はい、 OK です。ということで2戦目いきましょう。どうだ、私の勝ちなのだ。かっこいい。はい、ということで2戦目、また魔人族ですね。上 OK 取れた、上取れたらもう感染からのレッツゴー、全体3枚でレッツゴー。いいよ、やっぱあれだね、エスタのバフ1個取れるのマジでかいっす。これいける、無理か。これリムル落ちなかったらすごくない、普通に。おお、耐える。まあまあデミがいないっていうのはあるけど、素晴らしいね、感電。デミがいないっていうのはありますが、まあまあいいあれなんじゃない。ちょっとこいつマジで強すぎる。じゃあちょっとここら辺で本気出しますか。コスチューム強化してきました。お、人間か、人間ももうね、ごめんだけど耐えられないのよこいつらの攻撃に。これでいきましょう。おお、やっぱエレクトロスフィア、あれですね、魔人とか以外だったらめっちゃ火力出ますね。あ、まあ、こいつらちょっと破格すぎる、ほんとほんと別格、強すぎるわ。でもその受けるダメージ減少とかなければマジ強いっすね。油断は禁物じゃ。よし、はあ、ツインマキシマイズマジックエレクトロスフィア。
強気持ちいいこいつ。どうだ、私の勝ちなのだ。さあこれ中身ありっぽいな。オッケーオッケー。これなー、ここ一旦耐えたら多分全然いけると思うんですけど、この全体札を止められるとかだと結構きついんですよね。うわ金札だわ、金札全体は無理だわ。それは楽しいぞ。え、金札単体邪魔するでないぞ。アホ札やん。はい、ということで1回ねテュールさんにこちら変更して戦っていこうと思います。もうこのデに入れてる編成意外と多いね。お、ギリギリ上取れた。オッケー、じゃあ感染入れて、ドラグナイで全体でこれいけるんじゃね。お、いけそう。邪魔するでないぞ、邪魔されてないぞ。強いいね、ありあり。マジあり、マジあり。さあナーベ、さっきうわー上取られたか。いやこれマジ上取らんたら終わりなんだよな、ほぼほぼ。エレクトロスフィア、マジでドラゴンない、ドラゴン娘だけ耐えてくれ。うわ無理だ。すげえな。ということでラストはバチバチゴーセルでいこうと思います。バルドルいんの、へえ。バルドルピトリア、そんな編成あるんだ。じゃあまあ感染入れといてーの、これでいってみるか。これはどうだ、我の出番だ。 OK、 邪魔するでないぞ、邪魔するでないぞ。我の出番だ。よし倒せたな、これ OK。 もう勝ちでしょこれ。あ、やば、激激札やば。イエーイ、私の口にのらー。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ですね、 LR、リムルに関してはまああんまりねその目立ったね情報修正はなかったので、まあまあこんなもんかっていう感じではあるんですけれども、まあもともとね感染は強いので、それにね投球が加わった状態で、上取っていけるっていう点ではリムル強いと思いますので、皆さんもねこの無料というか、まあ、配布でLR 進化できるときにぜひ、リムル LR 進化してみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画までうーどっとストレス Thank you。 はい、ということで俺すげえよ昨日生放送2回でショート動画、僕 TikTok にも上げてるんでショート動画と長い動画合わせて計13本編集してました。やばくない、13本プラス生放送2回だから15本。すごっ。自分で自分を褒めてあげたいと思います。ということでね、この今ちょっと12時20分ぐらいなんですけど、この動画1本だけ編集して、まあすぐ上げるか明日の朝に設定してあげるかちょっとまだ考えてないんですけど、ちょっとね雑な編集になっちゃうかもしれないんですけれども、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録4万人まで本当に、あと1050人ですね、あ1040人、今38,960人なんで、はい、なんとかね、いやーこの10月中に行きたいけど、はい、ちょっと頑張れ頑張りますので応援よろしくお願いします。ということで皆さんおやすみ。